カタジュタ上空からの眺めカタジュタは、一般にオルガ山と呼ばれる、オーストラリアノーザンテリトリーのアリススプリングス南西3 6 5トルに、位置し、約22平方キロメートルに広がるいくつもの岩山で、高さは、海抜線66メートル、地表から546メートルである。カタジュタとは、アボリジニの言葉で、多くの塔という意味である。また、 オルガという名前は、ドイツのビュルテンベルク王妃オリガにちなんでつけられた。ユネスコの世界遺産に登録。アボリジニの聖地の一つで、特に夜間に多くの儀式が行われる。この儀式は、過去には罰を与える場であり、時には死に至るほどの重い罰が与えられることもあった。ある女性がある男性に暴行を受けた、あるいは傷つけられたなどの事件があり、その男性がこの儀式で、 加害者と認められると、被害者の女性は、加害者の男性の足を槍で突き刺すことを強制されたといった例がある。カタジュタは、近隣のウルルなどと共に頻繁に、アボリジニの神話に登場する場所である。それによれば、この山の頂上には、ワナンビと呼ばれる蛇が住んでいて、寒気にのみ下山するという。巨石群の一つは、近くに、 風の谷と称される場所が存在することから、宮崎駿監督作品、風の谷のナウシカに登場する、大虫のモデルではないか、また、風の谷モデルではないかとのという風評があるが、制作元である、ジブリ側は、オーストラリア各地のモデル地と噂される他のスポットと、同様に、参考にはしていないと正式に否定している。岩と岩の間を、 風が吹き抜ける谷はアボリジニが聖地として崇めた場所。文芸春秋。2018年2月17日閲覧。いつものジブリ日誌。2002年12月10日の日記。ありがとうございます。